から。わあ、かっこいい。かっこいい。兄ちゃん、でも行けよ。君は誰だ？ウルトラマンエース。僕はウルトラ6番目の弟だぞ。はははは。知ってる。え？なんだ、大輔ちゃんか。僕は君の同級生の大輔だ。しかし本当は遠い宇宙の彼方、ウルトラの星からやってきたウルトラマンエースなのだ。しばーん、待てよ大輔ちゃん。お兄ちゃん待って。わーい。ママ、あの子だよ。あんたなの？うちのユキオちゃんに乱暴したのは。お、超人ママ号出現。なんですって？おばちゃん、本当はその子が悪いんだよ。まあ、なんてずうずうしい。逃げろー、退却。いやー、よかったよ。あ、面白かったな。面白かったな、ママ。でも、本当に怖かったよ。鳥獣だ、鳥獣バッドバーロンだ。なんだろう、アドバルーンかな。お、鳥獣は向こうの原っぱに着陸するつもりだぞ。ウルトラ6番目の弟よ、ウルトラマンエースに続け。大輔ちゃん、け、あいつしっかりウルトラマンエースになったつもりだ。おい、降りるぞ。あ、本当だ。少し行ってみようぜ。待ってくれよ。さあ、今からこの気球にみんなを乗せてあげるよ。素晴らしい空中旅行をしたい子は、さあ、みんな順番に並ぶんだ。やめろ、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 やめろ。よし、一番乗りだ、シュバー。やめろよ、割り込んだ。大丈夫？ああ、女の子を転ばして知らん子で、何がウルトラマンエースだ。行こう。ウルトラマンエース誕生、シュバー。ほら、元気がいいな。当たり前だ、僕はウルトラマンエースなんだから。早く乗せてくれよ。ウルトラマンエースか。じゃあ一番に乗せてあげるよ。どこだっちゃ。そうだ、なんだろう。わーい、俺たちがかわいい。何か異様なものが激しいエネルギーを発しながら Z 支点上空に上昇中です。何か異様なもの。はい、ミガダイ、タックの研究類はそんな曖昧な報告しかできないような設備ではないはずだぞ。はい、でも本当に異様なものとしか言いようがないんです。動物なのか植物なのか、それさえ分かりません。 Z 支点、僕のアパートの近くです。吉村、宇宙生物の権威としてどう思うかね。このケーキの示す限りでは確かに鳥獣です。いや、鳥獣ならもうとっくに何らかの被害が出てるはずだが、そんな報告は入ってない。よし、北斗と吉村はスペースで現地へ飛べ。はい。ミカはもう一度データを整理してくれ。はい。あれだ。なんだ、鳥獣でも何でもないじゃないか。いや、一応近づいて調べてみなければダメだ。楽しそうだな。子供の頃、村祭りで風船を買うと、それに捕まって空に登っていく夢を見たもんだった。しかし、このものすごいエネルギーは一体何だ。初めて空を飛んだ時、吉村隊員は興奮しなかったですか。子供たちの発散するものが景気にまで感じられるというわけか。見ろよ、あの子たち、まるで鳥にでもなったつもりでいるんだ。気球自体がこれほどのエネルギーを発散するわけがないとすれば、しかし小型の鳥獣が出すくらいのエネルギー量だ。言ってみりゃ子供なんて米粒鳥獣だからな。あんな風船一つにいちいち神経ピリピリさせちゃ
大体俺たちはね、ちょっとでも変なことがあるとすぐに鳥獣と結びつけて考えちまう。反省しなきゃいかんよ。そうかな。そうですよ。さあ、お引き換えだ。隊長、異様なものというのは子供を大勢乗せた飛球船でした。引き換えします。おーい、どうした？おい、おい、どうした？おい、おい、どうしたんだよ、おい、おい、みながら、おい、おい、アルマどうだった？おい、ライスケどうだった？アルマ君、ライスケちゃん、面白かったかい？大輔ちゃん、どうしたの？何かあったの？おい、白川、おら、おら、さあ、今日はこれで終わり。そうだ、おい、おい、あとはまた明日。わかった、わかった。じゃあ乗れなかった子には風船をあげよう。おばさん、大輔ちゃん、何か変わったことありませんか？終わりよ。さっきおばさんがね、少しは勉強しなさいって言ったら、今一生懸命やってるの。本当に明日は雨になるんじゃないかしら。堀田さん、どうしたんだ？出たんだ、鳥獣が出たんだ。鳥獣？そうだよ、急鳥獣なんだ。あれなら僕も調べに行ったけど異常はなかったぜ。ただの気球だよ。鳥獣だったら、鳥獣バットバーロンだよ。バットバーロン。でそいつは何をしたんだい？みんなおとなしくなっちまうんだ、あいつにやられると。おとなしく？ダンも少しそのバットバーロンにやられた方がいいんじゃないのか？北斗さん、本当なんだよ、あいつは。今日はちょっと疲れてんだ、また明日な。気球船に乗った子供はおとなしく何でも言うことを聞くようになる。この噂はたちまち広がり、気球船は行く先々で子供たちより母親たちに歓迎されるようになった。そして母親たちは我先に子供を気球船に乗せようとした。遠い地方の母親たちは早く自分たちの地方に気球船が来るよう誘致運動を起こしたりした。乗りそびれた子供たちに配られるこの風船、その結果はもう諸君も知っているだろう。この不思議な気球船と風船は一体何なのだろう。子供たちがおとなしくなるのは本当に良いことなのだろうか。
気球船は母親たちの希望で今や夜昼の別なく子供たちをおとなしくさせているの。どう考えたってあのわんぱく大介が急におとなしくなっちまうなんて異常だよな。おばさん、こんにちは。あ、こんにちは。大介ちゃんと遊ぼうと思って。うん、いいわよ。大介はこの頃とってもお利口になって勉強ばっかりしてるのよ。たまには遊ばなくちゃね。大介ちゃん。はーい。お母さん、何かご用ですか。ランちゃんが遊ぼうって。いってらっしゃい。はい、では今着替えてきます。どうなっちゃってるんだ。大介ちゃん。おい、太鼓。お前いつから殴られても殴り返さなくなったんだ。いつから。やっぱり変だ。大介ちゃん、君はこの病院で診てもらうんだ。うん。さあ行こう。どうしたんだこの子は。脳波が全然ないぞ。あの気球船に乗ったからです。そのことをすぐタックに知らせてください。明らかに鳥獣です。そう、やっぱりそうか。しかしあんなにおとなしく子供たちと遊ぶ鳥獣はいますかね。一見味方のような顔した敵だっていっぱいいるからな。もしあれが鳥獣だとしたら子供たちは何も信用できないと言い出すぞ。データはデータだ。子供の気持ちを尊重しすぎても失敗するぞ。はい。隊長、メディカルセンターから緊急電話です。うん。はい。はい。はい。わかりました。あの少女は、子供のみずみずしい魂。子供の成長力の原動力になるはずのものを餌食にしていたんだ。じゃあ子供たちがおとなしくなるというのは。いい子になってるわけじゃない。老人になってしまっただけなんだ。そうか。あの時ダンの言うことをもっとよく聞いていれば。食われてしまった子供の魂はもう帰ってこんかもしれん。それは奴を倒してみなければわかりません。とにかくこのまま放っておけば日本中の子供は老人と同じになってしまう。そうだ。やつは元の10倍にも膨れ上がっちまった。うん。やはりどんな些細な異常にも神経を配るべきだった。子供たちを乗せたまでは攻撃できん。くそ。こうしてる間にも子供たちの魂が食われているのか。隊長、奴が地上で子供を下ろし終わった時しか攻撃のチャンスはありません。よし、先回りして着陸だ。はっ。待ってください。皆さん、ここをどいてください。あの気球船は鳥獣なんです。鳥獣ですって。バスの皆さん、夢でも見てるんでございます。こんな楽しい乗り物を鳥獣だなんて。本当なんです。あれは鳥獣なんだ。そんなバカな。ねえ、なんかおかしくなったんじゃございませんの。皆さん、隊員たちの言ってることは本当です。タッコン部の分析データはそれを証明しています。あ、着陸するわ。あ、おいよ、いらっしゃいませ。奥さん、危険です。あれは鳥獣なんです。やめてよ。奥さん、やめ。教育の邪魔をするつもりなの。ダメです。さあ、並んでなさいよ。タッコさんと帰ってください。ねえ、余計なおせっかい。大丈夫、いくらやってもダメですね。吉村、気球船を操縦している若者も鳥獣の一部なのか。
いえ、彼らは人間です。催眠術にかけられたような状態なのです。空中ではゴンドラに子供たちがいて攻撃できん。地上では母親たちに保護されている。どうすればいいんだ。大将、ゴンドラを吊り下げているロープを切りましょう。そうだ、それしかありません。でもそれじゃあの中に乗ってる子供たちは。網だよ。大きなネットを張っておいて、その上にゴンドラが落ちるように。タック本部、リュウだ。本部の上空になるべく広くて丈夫なネットを張るようにすぐ手配してくれ。さて、問題はどうやって気球船を本部の上空までおびき寄せるかだ。ちくしょう、綱をつけて引きずり込んでやりてんだが、あれに近づけるのは子供だけなんだからな。子供？そうだ、大将、団に頼みましょう。ダメよ、危険すぎるわ。操縦している青年を倒してもらい、そのままタック本部の上空へ。それしかありません。ダン、これが麻酔銃だ。これで操縦の青年を眠らせると、鳥獣はきっと例の光線を出して君を老人みたいにさせるだろう。その時はこの V09 だ。ダン、頑張ってね。どうしても僕は行くのかい？そうだ、我々タックの大人ではもうダメなんだ。怖いよ。ダン、よく聞け。君の友達が次々と魂を抜かれていってるんだ。このまま行けば日本中の子供たちはみんなダメになってしまうかもしれないんだ。ウルトラの兄弟たちは君の活躍を見てる。本当かい？君は何と言っても6番目の弟だろう。もし行かなければ兄さんたちが恥ずかしい弟だと言うよ。いいのか？よし。大将、ウルトラ6番目の弟は今出動していきました。これで上昇。右に回すと右に回るんだな。簡単だ。変な光が出るのはあの辺りだな。さあみんな、下を眺めてごらん。心配しなくていい。僕はウルトラ6番目の弟だ。すぐタックが来てくれるからね。頑張れよ、頑張れよ。レーザーガン発射用意。用意完了。で、子供たちは危ない。
しかしこれ以上攻撃できない。バットバーロンの腹の中には子供たちが囚われているのだ。バーロンの隙を見つけた。戦いは終わった。この色とりどりの風船はその中に子供のみずみずしい魂を詰めて元の持ち主のところに帰っていくのだ。ありがとう、ウルトラマンエース。シュワー！高い！おいしょ！だ、君はまさにウルトラ6番目の弟だった。少年は海を見ていた。暖かい風が運んでくる貝を求めて少年は毎日海を見ていた。だがその美しい貝殻が鳥獣の鱗だったとは。